ソファー席の横にいらっしゃる4人家族のお客様3択に移動できますか？多分そこじゃ狭いと思うのでご対応お願いします。それから引き継ぎよろしく。そう、人員配置も大事、うん、例えば今このちっちゃいところでご飯を食べるっていうことは、お子様2人、お母さんお父さん分の食器が入るということは、これに気づいてまず3択に移動してもらってゆっくり過ごしてもらうのがものすごく大事。はい、村上ちゃん笑顔でいきましょうか。で、渡ってる時こそその子たちの熱を下げてあげないといけない、うんうんうん、焦ってる焦ってると思った瞬間に、足取りが重くなった瞬間に言ったり、うん、ものすごく大事。手を使わない人は使わない。そうね。うん、で、これはなんで切れないかというと、これ多分茹でてないんですよ。そのまま焼いてる冷凍のやつ。厨房さん、厨房さん、確認なんですけど、トウモロコシのやつは一回ボイルしてますか、全部。あんな硬いはずもない。そうね、取れるもんね。多分ジャリジャリだと思うよ。キッチン時間があるときでいいので、トウモロコシボイルしてますか？ちょっと見てる限りお客様硬そうなので、さっと湯通しじゃなくてちょっと軽くボイルしてください。うん、さっと湯通しでしょ。茹でてないんですよ、うんうん、包丁の入りが悪い、ナイフの入りが悪いんですよ。うん、